飯島真理。1963年5月18日、歯医者さんの長女として生まれる。3歳でピアノを習い始め、13歳で曲作りを始めた。1982年、国立音楽大学に入学。83年、ビクターレコードへ送ったデモテープが認められ、デビューが決まる。4月、シングル、夢色のスプーン。9月、ファーストアルバム、ロゼを発表。新しい世代のシンガーソングライターとして注目された。アルバムからのシングル「きっと言える」がスマッシュヒット。翌年からラジオの DJ、 コンサートツアーもスタート。同じ84年、愛覚えていますかがヒット。89年、レコーディングで知り合ったミュージシャンのジェームスと結婚。 LA に渡り、活動の拠点をアメリカに移した。2001年9月、元トトのスティーブ・ルカサーや名ギタリストのロベン・フォードなどの参加した新作「ライトナウ」を発表した。